すげえ海外しく制覇されてる。ピューいいね。全部見られた。全部見られちゃった。あんただけは、あ、じゃあ、あずさは良かったんだな。急になんで、なんで現状把握、まあ確かにね。おお過去問偉いな、ひふみ。風が吹いた。試験開始ペンを持て。さあ、それが分かった。まあ無知の知って言うからな。あ、そうなんだ。何があったんだよ、じゃあ2年で。本当だよな。なんでこうなってしまったんだよ。ひふみは偉いな。そうは言うけどよ、俺が一人でやるべきことなんだよな。ひふみがやることじゃねえんだよ。これ生徒にやらしちゃダメよ。ご褒美。クズだ。これを卑猥と思うのはあなたの心が汚いんでは。あら、ちょっとかわいいな。聞いたことない BGM。 なんだその顔。めっちゃテンション上がってる。まあモチベーションがあるってことはいいんじゃないかな。よかったね。なんか空気いいな。ちゃんと参考書とか見てんだな。えあ、参考書ってそういう。やっぱ好きなんすね。私の目はごまかせませんよ高速で禁止されてますよね。誰のなんですかね。めちゃめちゃ喋るこいつめっちゃ喋るやん泣いちゃったまあそういうことにしとくか。今エロ本を返しに真夜中。あ、そうね。うん。ん？どんどん墓穴掘ってない？脳幹！脳幹！なんかすごいいい話みたいになってるけどエロ本の話なんだよな。あれ落ちたか。何えお前もか。それあんまり言わない方がよかったっていうかやっぱアホかなあ。副委員長なんだ。え、委員長だと思ってた。あ、剣が委員長なんだ。怖っ。あ、副委員長。いい感じにごまかす。まあ、カクカクしかじかでね。なんで顔をあからめるんですかね。ああ、そのスパイの件ね。わかった。本来の目的を忘れないでかな。声でかっ。俺を殺すこと。本当か。いやなんかきな臭くなってきたな。どんだけ裸でいたいんだよこいつそんなすごいの無敵の人すぎるんだよな。出た。どういうこと。哲学始まったんだけど。シュレディンガーの水木じゃん。あ、出た。この流れでそれジェットコースターすぎるって。入院してる。あ、あの子がせいやちゃんか。最初のプロローグにいた。いや、なんかあずさ、もう絶対なんかあるよなこいつ。転校生っていうのがやっぱりね一番怪しいよね。ひふみは普通に来るようになったね。うん。うん。え？やば、おかしいやん。じゃあわざとやってねえんだ。なぜ、何のメリットがある、そんなことして。なんか全員きな臭くなってきたな。あれ、俺はえ、なんでなんだなんだなんだ、トリニティの裏切り者。いやいや、急にちょっと待って、急に来るやん。ほんと？取引？取引は別に？あ、取引というかもうお願いか。そうだね。何も教えてくれない。誰の味方？生徒の味方。おお。まあそうなるわな。やっぱ大人に対する警戒が基本は強いんだろうね。え、え、なんで知ってんの？知らん。ああ、そうね、ありますね、仮。あ、一枚岩じゃなさそうだな。まあ。こうなるか。状況証拠的には一番怪しいからな。ん？誰？誰？この腹は。アリウス文庫。確かに。え？わからん。わからん。陰謀と疑惑、そして裏切りが交差する暗闇の中、補習授業部の生徒たちは無事にこの危機を乗り越えることができるんでしょうか。巨大な怪物めっちゃ気になる。